どうも、ニョーボングリップナイン、あぐちです。ということで、今回も学園アイドルマスターやっていきましょう。ということで、今回は、姫咲りなみのアイドルコミを見ていきましょう。ということで、前回が真央ってことで、このね、同じ3年生組ということで、続いてりなみを見ていこうかなと思っております。はい、ということで、りなみももちろん、はい、10まで育ててありますので、1から10、そして、トゥルーのね、話を見ていこうかなと思っております。さあということで、まあ純度 100% のね、あのお姉ちゃんみたいなね、そのお姉ちゃんの感じ、母性がすごい溢れてますが、結構この前のイベントでちょっと喋ったぐらいやしな、優しかったぐらいやけど、はい、ということで1話見ていきましょう。よろしくお願いします。3年1組、姫咲りなみ。大人びた雰囲気のある3年生、寮のみんなのお姉さん。過去に所属していたユニットでは妹系のキャラ作りをしていたが、彼女の大人っぽい様子とは相性が悪く、結果は振るわなかった。その時の経験のせいで自信を、なくしてしまっている。自信がなくなってしまってんねんや。しかも前のユニットでは妹系。これは、プロデューサーが悪いやろ。さっきも言ったけど、純度 100% のお姉さん系やんけ。今日スカウトする予定の子はどんな反応をしてくれるか楽しみだ。お姉さん力があったけど、姫咲りなみ。女の子の字。少しよろしいでしょうか。私ですか。はいはい。はい、いいですよ。お姉さんや。山内と申します。プロデューサー科の1年で。どうかしましたか。ごめんなさい。はい。少し、すごくびっくりしてしまって。声かけられるとは思ってなかったみたいな。私のこと、覚えてますか。存在しない記憶が、もしかして前世で姉妹兄弟やった。その記憶が鮮明に今思い出したかのような。姫咲りなみさんですよね。もちろん覚えています。子供の頃お世話になりました。なんやそれ。おい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 、そんなんやるアイドルマスター。よかった。忘れられてたりしたらどうしようって。近所の激カワお姉さんにゃん、もうすでに。久しぶりですね。お元気でしたか。ちょっとなんか支配度1はこれもう成熟してんねんけど、育まれてんねんけど、もう。はい、姫咲さんもおかわりなく。懐かしいです。はあ、あの、失礼なことを言ってもいいですか。何、どうぞ。ずっと私が年上だと思っていました。なるほどね。そっか、プロデューサー科の1年生って言ってもあれやもんな、その結構社会人とか入ってきたり、こう専門学校的立ち位置やもんな。実は俺もです。なんだか不思議な感じ。弟みたいに思っていた君が、こんな素敵なプロデューサーさんになってるなんて。ちょっと、りなみ好きや、すでに好きや、2000点のお姉さんや。ごめんね、つい懐かしくて。あら、昔みたいに話しちゃって。まあ確かにね、今は俺が年上やけどっていう。ちゃんと敬語で話します。いえ、どうか昔のように話してください。ダメですよ。っていうか、俺は俺でその過去にお姉ちゃんみたいやなって思ってた、ちょっと憧れのお姉さんをアイドルプロデュースするために狙い撃ちで来てるわけやもんな。年上の先輩で目上の人なんだし。構いません。かなり砕けた感じで接してくる方も割と多いと聞きますので。いいのかな。じゃあ今だけ。今だけ昔に戻ったつもりで、君にお願いしてもいいかな。はい、何なりと。それじゃあ、の頃みたいに呼んでくれるかな。りなみお姉ちゃんって。りなみお姉ちゃん。おい、嫌です。それはちょっと、りなみお姉ちゃん。よーし、
なんやねんこれ。もうすでに超仲いいやん。結婚手前やん。家族やんけ。もっと大きな声で呼んでみて。いやそれはなんでやねん。社会的に死んでしまいます。そうかな。わあ、お姉ちゃん適性20丸。くそー、あまりにも強すぎるな。冗談はさておいて、はいはい、ここに来たのはスカウトのためですか？ああ、確かにね。はい、よかったら案内しましょうか。おお、寮のみんなのことなら大体わかりますし。そう、自分に来たとは思ってないんや。いえ、それには及びません。探していた人は目の前にいますので。え、はあ、それってお姉ちゃんを？あなたをスカウトしに来たんです、姫崎りなみさん。あなたをプロデュースさせてください。ほう、クリスト、私でいいの？もうなんなイチャイチャしすぎてるって。親愛度1の話じゃないってこれ。あなたがいいんです。でも私、あ、もう3年生なのに全然ダメで、うん、ここを卒業したらアイドルはやめようって思ってて。ああ、まあ確かにその厳しい道ではあるから、ここを卒業して必ずあのアイドルになれるっていうわけではないんやな。そう、吉本みたいなそのまま所属っていうわけでもなく、君の求めるようなアイドルには、うん、多分なれないと思う。やっぱり結構自信がな、なさげな感じやな。そんなことはありません。あなたの魅力は誰よりもよく知ってるつもりです。約束します、あなたを最高のアイドルにしてみせます。ほう、立派になったね、すごく。なるほどね。もうあの頃みたいに弟扱いなんてできないね。うん、わかりました、はい、君のスカート慎んでお受けします。いや、その婚約みたいになってるから。改めてよろしくね、プロデューサーくん。かわいい。じゃなくて、あ、よろしくお願いします、プロデューサーさん。へえ、なるほどね。これが1話か。すごい恋ですよ、もうすでに。覚えていてくれてよかった。彼女と二人三脚で頑張っていこう。ほう、ほつれちゃってるよ。ちょっとね、過去の話とかも見てみたいよな。そのな、弟扱いされてた俺と、そしてお姉さんやったこのりなみとで過去なんかがあって、でそれぞれの道に行ったけど、こうしてまた初星学園で会えてっていうところでプロデュースするっていうことやな。はい、じゃあ2話見ていきましょうか。うん、それでは改めましてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ほう、そんなにかしこまらないでください。ちょっと課題な、昔みたいに砕けた感じでお願いします。でもやっぱり、ほう、君は年上なんだし、この年齢差がな、どんだけあるかっていうところやな。プロデューサーさんなんだから、そこはきちんとしないと。そうなんや、年上なんて気にしないでください。あなたは今もずっと俺のお姉さんなんです。俺も俺でなんか変やな、これ。りなみお姉ちゃんって呼んでくれないのに。なんなんその甘えた、甘いこの声を出してさ、どうしたいわけ、俺を殺しに来てるやん。それはまた別の問題です。わかった、じゃあ敬語はやめるね。なんかお姉ちゃんって呼んでほしいんや。ありがとうございます。では早速なのですが、姫崎さんの現状を改めて確認しましょう。ほう、うん、ね、まあそのレポートのところの話よな。1年生の時にデビューさせてもらったんだけど、うん、私だけ全然人気が出なくて、ユニットから外されちゃったの。あ、りなみだけが。人気が出なかった理由に心当たりはありますか？その私他の子に比べて背も高いし、雰囲気も大人っぽく見えるみたいで、
ユニットの中で一人だけ浮いちゃってたんだと思う。なるほどね。みんなと合わせようとはしたんだけど、そうすればするほど、なんだか空回りしちゃって。へえ。もうアイドルになるの無理なのかなって思ってたんだ。いや、そのユニットにぶち込んだのも良くないよな。でもまだ諦めてない。うん。はあ。そうだね。まだ諦めないよ。ほう。私アイドルが好きだから。なるほど。美咲さんはどうしてアイドルになろうと。最初はなんとなくだったんだ。子供の頃に見てたテレビの歌のお姉さんに憧れて。なるほどね。いや、ぽいわ。アイドルのことよくわからないままこの学園に入学しちゃったの。はいはい。それは思いっきりがいいですね。でもね、この学園で過ごしてみて、クラスの友達がステージの上で、はあ、みんなキラキラしてるのを見て、私もあんな風になりたいなって、真剣にやってみようって思ったんだ。なるほど。最近はちょっと自信なくしかけてたけど、うん、君が声をかけてくれた。君と一緒なら私が一番好きだったあの頃の自分に戻れる気がする。にやけるな。なんか普通に俺のこと好きすぎるやん。自信、俺がこう声をかけてあげたことによってすごいな、自信を持ってくれるようにな、なりかけてるってことやもんな。姫崎さん、憧れを語る今のあなたはとても魅力的に見えました。魅力的？そらもちろん。やっぱり変わっていませんね、あの頃と。覚えてますか、夏休みのあの日。存在しない記憶がどんどん流れ込んでくる。うん、あなたは一人ぼっちだった子供の俺に、優しく声をかけてくれました。ひと夏のほんの短い時間でしたが、ずっと一緒に遊んでくれた。懐かしいね。君がバス停のそばで寂しそうにしてたのを見かけて。やっぱまだあの俺と学バス P は違うね。ここやから存在しない記憶が語られている。やからなんか取られた気分になるなこれ。いやー、せこい、羨ましい。俺にも欲しいその記憶。思わず声をかけちゃったんだ。あら、そうなんや。あの時は年上だなんて全然気づかなかったよ。天性のお姉さんや。あの頃はまだ子供でしたし、背も低かったですしね。君は弟みたいに懐いてきて、二人で日が暮れるまで遊んだね。はあ、はあしか言ってないけど。あ、川でずぶ濡れになって、森で、虫取り網を振り回して、神社でかくれんぼして。そうそう、全然見つからなくて心配したよ。かくれんぼね。駄菓子屋さんでアイスを買って、半分こしたり。なあ、いっぱい思い出があるんやな、夏の。転んで膝をすりむいた時は絆創膏を貼ってくれました。君、すごく動き回るから、もう見てるだけで心配で。本当に弟みたいだったよ。はあ。俺には姉がいなかったので、あなたが理想のお姉さんでした。そうなんだ。なんだか照れちゃうな。イチャイチャしやがって。なんやこれ。姫崎りなみさん。はい。はい。あなたには魅力があります。あなた自身を含めて、まだ誰も気づいていないアイドルとしての魅力が。ほう。本当に？でも私だけ全然人気がなくて。いや、そう、妹系やらすからやもんな。それはあなたの魅力がうまく伝わらなかっただけです。あなたの本当の魅力を引き出せばトップアイドルにだってなれる。トップアイドル？私が？はい。ほう。私はただステージに立てればそれでよくて。いや、無双しようよ。トップアイドルなんて、そんな、プロデュースするからには絶対にトップアイドルにしてみせます。あなたを最高のステージに立たせたい。はあ、そのあの夏からの思い出プラスさ、今こうやって現れてそう言ってくれるっていうね。そのための秘策もあります。秘策？はあ、はい、まずは
俺のお姉さんになってください。ひもやん。お姉さんになってくれるんや。まずはそのあここのお姉さん力を高めようっていう話か。プロデュース状況をメモしておこう。トップアイドルへの秘策、そんなに困惑することだっただろうか。方向性変更、お姉さんキャラに。まあ確かにな。でもこのタイプでまだお姉さん力は発揮してないわけやんな。どうなるつもりなん。ちょどんどんパワーアップしていくやんこんな。さあということで3話見ていきましょうか。さあ君のお姉さんになるって、うん、どういうこと。俺をな甘やかしてほしいってことです。昔のように弟相手だと思って接してほしいんです。年上なのに弟、うん、ごめんね。よく飲み込めなくて。俺がきしょいこと言ったみたいになってるやんけ。どうしてかな。まあね、これがあなたの魅力を引き出す一番の方法だからです。そのお姉さん力を高めて俺たちオタクにね殴っていこうっていうことやもんな。なるほど。そうなの。うん、そうです。そんなこと急に言われても、うん、君は目上の人なんだし。おう、それは気にしないでください。気にするよ。おう、それに私雰囲気が大人すぎたから。まあね。いやでもこのさ、これそうやんな、お姉さんすぎるよな。こうね、すごいしみたいなね。上下ともどもね凶悪なものを持ってるからね。他のメンバーの子を真似して妹っぽい喋り方にしてみたり。よくないよくない。髪型だってツインテールとか可愛いのを試してみたりしてたのに。まあでもね、そら可愛いは可愛いけどね、素材を生かしたっていうかキャラ作りみたいな感じになってもんな。お姉さんになってなんて、うん、お言葉ですがその努力は全部大間違いです。まあ確かにな、俺がふわっと言ったけどね。ツインテールじゃなくてポニーテールの方が。そういうことでもないけど、ポニーテールはちょっと似合いそうやな。違います、その通りです。その通りでもあるんよな。ちょっとその通りみたいな。いやほんまは、いや この髪型が一番可愛いけどな。その通り見てみよう。そうなんだ。騙されてる。プロデューサー君はポニーテール好き。じゃあ俺の好み言ったわけじゃなくてさ、というのは冗談ですぞ。いわゆる妹キャラですね。アイドルとしては鉄板の個性ですが、ただ演じただけの個性ではあなたの持つ本来の魅力にはかなわない。確かにファンの方々の多くは姫崎さんよりも年上の人たちです。目上の方々に敬意を抱くのはとてもいいことだと思います。はい。ですがそんな方々にもあなたの本当の魅力を伝えたい。そのためにまずお姉さんになりきってください。お姉さんキャラになるってこと？まあね、大雑把に言えばそうですね。ただしあくまで自然な振る舞いであなたの内面の魅力を表現する、そのための効果的な訓練法です。自然に振る舞う、プロデューサー君のお姉さんとして。まあ確かに本来のアイドル好きになる人ってこう年上でもなんかお姉さんとしてこうね優しくしてあげるっていうので行くから、俺にやるっていうのも間違いではないんか。まずは俺にだけでいいんです。君にだけ。はい、昔を思い出してお姉さんとして振る舞ってみてください。昔を思い出して。わかった、やってみるね。そんなにいきなり。プロデューサーくん、ああ、私がお姉さんよ。えっち。いややな、どうよ。嬉しい気持ちと、それをね俺の次には他の人にするんやろうなっていう気持ちで複雑な気持ちになるよな。怒らないといけないこれは。姫崎さん。はい。それは違います。違った。いやお姉さんっていうか激エロお姉さんやったもんな。
もっと肩の力を抜いて自然な感じでお願いします。うん、プロデューサーくん。あーくそーかわいい、かわいすぎるやろ。世が世なら絶命してんで、うん、今のはいい感じです。プロデューサーくん、立派になったね。見違えたよ。その調子でお前が満足してないか。それプロデューサーくん、うん、じーなーいやん。どうしました。ひょっとして、うん、君がお姉さんに甘えたいだけだったりしないまあそうなってるよな、この図。違います、実はそうです。そうやねんって。その思いを受け止めたリナミはどう。実はそうなんですけど、どう、リナミはどう。プロデューサーくん。というのはもちろん、もう突き詰めろや。もうちょい、もっと崩れたリナミが見えるかもしれへんやろうが。この訓練が姫崎さんの魅力を一番引き出せると信じて。ごめんね、ちょっとからかってみただけ。お姉さんですわ。ちゃんとわかってるよ、うん、君が私のために一生懸命考えてくれたってこと、はい、ありがとうプロデューサーくん。わあ、君を信じてるから。お姉さんになれるように頑張るよ。くそ、これ、3話 ?3 話どころの話しちゃうやろ、お前。なんかもうここだけでの空間になってるやん。俺入れてないねんけど。学マス P 君とリナミの話やんけ、これ。ここに俺はいない。姫崎さんの自然な魅力をどうやって引き出すべきか。課題、自然体。なるほどね。プロデューサー君。これで3話。さあ、ということで、続きまして4話見ていきましょうか。はい。よろしくお願いします。お姉さんの日々が始まったわけですが、姫崎さんにレッスンのスケジュールを渡し忘れてたな。まだ教室にいるはず。ん、うん、それでね、今朝は寝坊しちゃって、はいはい、真央とかと同じクラスって言ってたよな。あーほんまや。しっかり者の君にしては珍しい失敗だね。うん、あれは確か同級生の真央の方がよっぽどしっかり者だと思うけどな。ああ、この二人がなんかね、こうキャーって言われてたりしたんやな。真央って寮の後輩の頼み事を全部引き受けてるでしょ。確かにね。僕はリナミみたいに生徒会に入ってるわけじゃないからね。 あ、生徒会入ってんねんや。へー、私はただの初期だから。そんなに忙しいわけじゃないんだよ。すごい、初期わかるわ。リナミの初期はわかる、すごい。十分忙しいと思うけど。うん。ところでリナミ、はい、最近少し印象が変わったよね。 お気づきになられたようで。そうかな、うん、なんだか大人びた感じがするよ、はい、そう本当に。また俺入れてないよな。なんか女子の会話を覗き聞きしてる感じでな、悪趣味な感じするけどな、これ。まあ、なんとなくだけど。うん、雰囲気がちょっとね。へえ、いいやん。でもね、そうなんだ。ああ、成長を感じている。そういえば例のプロデューサーとはどうなんだい。いやめっちゃイチャイチャしてますよ。あ、リナミイチャイチャしすぎてるから。俺のこと好きやんけ。おい、うまくやってるのか。いや、そんな反応したらさ、好きっていうことバレてるけどな。俺にめちゃくちゃ俺のこと好きやん。ああ、もしいい加減なプロデューサーだったら。いや、どうなんやろ、お姉さんになってくれみたいなね、変なことは言ってるからな。僕が許さないから。これは武術案件ですけど。リナミのことを見つけ出してくれたんだし、うん、少なくとも素質を見抜く目はあるプロデューサーなんだろうけど。ありがとうございます。 ありがとう。あー、いいな、一生壁になって見ときたいよ。それでどうなのかな。うん、
私にはもったいないくらいの素敵なプロデューサーさんだよ。おい、恋人の言い方、うん、言い方が恋人やって。どんなレッスンをしているんだい？そう言われるとな。私がお姉さんになるの。プレイみたいになってる。え？リナミがお姉さん？どういうこと？いや、まあ逃れられねえ。もうこれはお縄になるしかないぐらい、もう言い訳なんてできひんけどな、これ。私も実はまだあんまりよく分かってないんだけど、うん、私がお姉さんになってプロデューサーのことを弟みたいに扱ってほしいって。キショいな俺、こう見るとキショすぎるな。待って待って、リナミ、ちょっと理解が追いつかないよ。ちょ、魔王ごめんやけど、こういううちはこうやってやらせてもらってるんや、ごめんな。それはアイドルになるためのレッスンなの？いや、まあそうなんです、うん、多分完全にリナミが騙されてるみたいな感じになってんな。その私を引き出すために必要なレッスンなんだって。それリナミやな、騙されても笑顔そうやからな。そう、うん、そういえばリナミ、前のユニットでは妹ポジションだったよね。これね、うん、あの時は、うん、無理に妹っぽい感じを演じてたから、あんまりうまくいかなかったんだ。まあ確かに、南はお姉さんタイプだよね。やっぱそこはみんな思ってるんやな。これであのお姉さんの特訓は意味あるものみたいな感じに修正されてるよな。そうなのかな。大丈夫かな。お姉さんになるレッスンってどんなことをするの？なんだろうね、そんなに特別なことじゃないんだけど。何したんやっけ今んとこ。俺にな、弟プレイをしたぐらいやもんな。プロデューサーが頑張ってたらよしよしって褒めてあげたりとか。いや、忙しそうな時はご飯を作って持って行ってあげたり。いや、そんなことしてんの？いやー、なんか不純ですよ。こんな朝は電話で起こしてあげたり、ネクタイを直してあげたり。いや、新婚かお前。マオ、どうしたの？何してんねこれ。え、君のプロデューサーと話をつけてくる。いや、俺も行きますよ。待って待って、違うの、うん、私が勝手にしてることだから。俺とマオでガクマスピーを殴らんとあかんだ。プロデューサーのこと本当の弟くんみたいに思って接することで、うん、無意識のうちに私の素のところが出てるんだと思うよ。リナミ、騙されてるぞそれ。そうやってガグマスピーは甘えたいだけなんや。旗から聞く分にはキショすぎんねんなこれ。それならまあいいけど。納得すんなよ、負けんな負けんな。リナミが選んだんだからきっと信頼できる人なんだろうね。うん、うん、まあ何かあったら相談してよ。僕が守ってあげるから。いや、魔王が出なあかんくなってるってこれ。ありがとう。うん、おっと、そろそろ行かないと。後輩にダンスパートナーを頼まれていてね。あ、そうなんや。失礼するよ。プロデューサーの話はまた今度ゆっくりと。ゆっくりとね。あ、俺に会った。なあ、すみません。おー、なあ、顔がいいな。うん、あれ、プロデューサーくん何してるの？盗み聞きしてました。姫崎さんのレッスンのスケジュールを私忘れたので。あ、そっか、わざわざありがとう。うん、どうしたのプロデューサーくん。いや、そんな風に思われてるとはみたいな、そんなん無理やけどな。いや、そのすみません、盗み聞くつもりはなかったのですが、出て行きそびれてしまってお二人の話を聞いてしまいました。最初の方から。そやな、こと細かく全部言ってたな。はい、結構最初の方から。いや、そんな反応、プロデューサー君に恥ずかしい会話聞かれちゃったよ。いや、普段のリナミとのイチャイチャ聞いただけやけどな。そう、こんなことを言うのは少し気恥ずかしいんですが。気恥
かわいい。プロデューサーとして信頼してくれてありがとうございます。あなたの信頼に応えられるよう全力を尽くします。プロデューサーくん、ありがとう、よろしくお願いします。いや、なんか独特やわここ。なんか違う、なんか変やって。プロデューサーとなアイドルの関係というかな、ただあの夏から始まったお姉ちゃんと弟のさ関係をこうね、今も思い出してイチャイチャしてるみたいな、そんな感じやもんな。うん。姫崎さんはいい友人がいるようだ。いや、そうか、それだけかい。なんやねんお前。じゃあご飯見ていきましょうか。あー、お、あお姉さん、姫崎みなみだよ。ダメー、ダメやなー、こんなん。うわー、ちょっと許しがたい。いやー、お姉さんそんなに足見せちゃダメやって。うわー、この壁中の壁、何これ。うわー、そんなほんでお腹出す、ちょっと露出高ない。ちょっとこうプロデューサーくんさ、ちょっと話があるんですけど。一生懸命頑張るから応援よろしくね。あお、ライブやってる。お姉さんキャラのアイドルか、頑張ってるね。いいやつらやな。ありがとうございました。あーん、この辺ね、ちょっと許せないね。あ、パチパチパチ、あーん、汗がね。おお、難しいな。ああ、急にお姉さんにはなれないよ。そうなんや、あれでお姉さん力そんなになんや。気を落とさないでください。確かにまだぎこちないですが、姫崎さん本来の自然体の魅力を出せるようになればきっとお客さんの心をつかめます。ああ、おお、南先輩、琴音が。こんにちは。あれやな、あの3年生と琴音仲いいな。さっきの先輩のミニライブ見てましたよ。あ、見てくれてたんや。え、本当に、ありがとう。あ、いえいえ、当然ですよ。なんかあれやな、こう後輩と話す時とかはすごいな、お姉さんの感じ出てるもんな。南先輩は私たちのお姉さんなんですから。お、やっぱりそんな感じなんや。南先輩すっごく可愛くて、もう最高でした。おお、ことね、いいな。寮のみんなも後ろの方で応援してましたよ。へえ、いや、じゃあやっぱな、好感度はすごい高いもんな、みんなから。そうなんだ、うん、嬉しいけどなんだか恥ずかしいな。ほう、藤田琴音さんですね。お、りなみ先輩のプロデューサーさん。プロデューサー兼弟です、よろしくお願いします。お疲れ様です。おフルパワーのお疲れ様ですやったらつかぬことを伺いますが、先ほどの姫崎さんのライブ率直にどう思いましたか。おうーん、そうですね、うん、もちろんめちゃくちゃ良かったです。はい、良かったんですけど。けど、なんていうか、ああ、ちょっと無理してるっていうか。あ、そうなんや、お姉さん系でもちょっと無理はしてるんや。笑顔が硬い感じ、ですかね。やっぱなんか、やっぱお姉さんを引き出そうとはしてるけど、今はお姉さんキャラみたいな感じになってちょっと硬いっていう感じかな。普段の笑顔の方が私は好きかなって思います。ああ、いいこと言うな。うん、でも、はい、南先輩の優しいとことかお客さんを大切にしてるとこ、うん、先輩のこと知ってる私たちにはちゃんと伝わってましたよ。なるほどね、琴音ちゃん、うん、だから南先輩のいいところもっといっぱい知ってもらえたら、みんな先輩の虜になっちゃうと思いますよ。ほう、あ、私これからバイトなんで失礼しますね先輩。へえ、なるほどね。琴
音音ちゃん、ありがとう。とても慕われているようですね。寮は年下の子が多くて、みんな妹みたいなものだから、いろいろ勝手にお世話を焼いてたら、いつの間にかみんなのお姉さんみたいになっちゃって。まあでもこういうところをアイドルのそのライブのステージで出せればってことやもんな。それがあなたの素質ですよ。優しさ、気遣い、思いやり、それを自然に表現できるのがあなたの一番の魅力です。その魅力を今度はステージ上で出せるようにしましょう。やってみる。なるほどね。応援してくれるみんなのためにもね。その息です。まずはライブをこなしてステージでの経験を積みましょう。ライブ？実践に勝るものはありませんから、どんどんこなしてもらいますよ。頑張るよ。ほう、最後の頑張るよめっちゃ可愛かったなんかよかったね。さあ今日のプロデュース状況をメモしておこうと。はい、後輩の前のような自然なお姉さんがステージ上でもできるといいが、自然なお姉さんらしさ、仕事アイドルとして三角、日常先輩として丸、あ、これを出せればってことな。服ほつれちゃってるよ。なるほどね。じゃあ6話見ていきましょうか。はい、というわけで早速仕事を取ってきました。もうおー、どんどん入れていくんやな。もしかして君ってすごく優秀なプロデューサーさん？まあでも学マスピー基本的にめっちゃ優秀やんな。あ、これくらい当然です。頑張りました。頑張りましたからの偉いですねコンボを狙おう。頑張りました。頑張ってくれたんだ。仕事を取ってくるのがプロデューサーの役目なので、この仕事はきっと成長のきっかけになると思います。よしよしはなかったです。ありがとう。君がそんなに頼りになると、この線は期待できるよ。期待度 70% ぐらいはある。やっぱり弟としては見れないかもそっか、弟としては見れへんのか。それは困ります。やっぱなんかちょっと上に見られてしまうんか、有能すぎて冗談だよ。でもあんまり無理はしないでね。はい、明日の午前中に現場の下見に行きましょう。実際にステージを見ておいた方が本番でのイメージが湧きますので。ほう、それで向かうんや翌日。あ、へえ、すごいいいお天気だね。なんかテーマパークのそのヒーローショー的なあそこね。いいお天気。当日も晴れるといいのですが、あそこが今回の野外ステージです。ここで歌うんだね。するな。まあやっぱでもステージ上って結構な、そういう照明とか当たって結構ね、いつもと違う感じやもんな。大丈夫です、今度のお客さんは普段のステージとは少し違うので。さて下見はしましたし、昼食を取りましょうか。よかったら、いやそこの芝生で食べない？あっつ、お弁当わ作ってきちゃったんだ。君の分も。そんなあからめた顔で言う？アイドルのお弁当？まこと？それはまこと？それは嘘になります。あら、どうかなデートかお前、何してんねんこの何や俺。しぐれに、あ、うまそう。里芋の甘煮が染みます。卵焼きが素晴らしい。こういう時に褒めるのってさ、絶対に卵焼きじゃね。シンプルながらにうまいっていうのがさ、褒め言葉としていいと思うねんけどな。卵焼き褒めましょう。本当？普段よりちょっと甘めにして、へえ、隠し味にヨーグルトを入れたんだ。いや、こだわりがあるわけよ。普段からお弁当なんですか？あ、まあ確かにな、寮やったら学食とかでな、なんか済ましそうなイメージあるけどな。お料理が好きだし、お金もかからないからね。わ、偉いな。一人分も二人分もそんなに手間は変わらないから、多く作っちゃった時は寮の子たちにお裾分けしてるの。お姉さんがすぎるな。
なるほど。冷凍食品も使ってるけど、栄養バランスは考えてあるよ。とても関心な心がけです。アイドルにとって、需要のある食事は何よりも大切ですから。君もちゃんとご飯は食べないとダメだよ。まあ確かにね。よかったら、君のお弁当、うわ、毎日作ってあげようか。新婚かい。というかもう彼女彼氏やん、カップルですやん。こんなんなんかリナミとの話ってさ、イチャイチャしすぎてね。なんかあ、とても魅力的な提案ですが、そこまでしていただくわけにはいきません。そっか。言葉ってそんなにショックか。もう俺のこと好きすぎるやろ、ラブすぎるくね。お姉さんらしいことできると思ったんだけどな。断んなよアホが。ごちそうさまでした。うまかったです。とてもどういたしまして。気持ちいい風だね。ええ、あのね今ちょっと思いついたんだけど、私君のお姉さんだから膝枕してあげるね。なんでやねん、なんで。ちょっと展開が急すぎる。いや、お姉さんやけど、お姉さんやけども膝枕ってするもんなんかな。え、それは人の目もあるので。ほんまにお姉さんになる訓練でしょ。うわ、君が言ったんだよ。使ってる。お姉さんになる訓練という言い訳を使い、好きな男を膝枕させるこのテック、レッドカード、ちょっとやりすぎてないか、踏み込みすぎてないか。君を膝枕することで何か大事なことがつかめるかも。いや、完全に手玉取られてるやん。そんなこと言われたらさ、じゃあそれならっていう感じになってしまうやん。いや確かにそうかもしれません。お前はアホになんなよ。なんかアホに乗じてさ、膝枕させてもらおうとしてるやんけこいつ。でそ、え、それじゃあ横になって、うわうわ、そう、芝生にゴロって、え、すんの、うわうわー、難しいね。あの頃に戻ったみたい。ちょっと良くないなこれ。え、エロゲ、これエロゲ、アイドルマスターとエロゲやった。うわ、この、え、すご、下、え、すご、何やこれ、あれあれ、なんじゃこりゃ。おい、やっていいことと悪いことがあるって。アイドルマスターそんなゲームちゃうやろ。なんかリナミとの話さ、イチャイチャしてるなと思ったけど、ここまでとは。やってんね、やってるねこれは。君はいつも走り回って、すごい、すぐに疲れて寝ちゃったよね。でかでっか、それで私が膝枕してあげて、寝かしつけてあげて、うおおはい、なんて言ってたっけ、ほんで。あの頃にもごめん、そう、一挙手一投足に反応し続けてしまった。話全然聞いてなかった。あなたが歌ってくれた子守唄、今でもよく覚えてますよ。冷静に喋んなお前。子守唄、そだ、なんかな、でかすぎるな、でかすぎる。ああ、あれは子守唄じゃなくて、おお、夕方にやってたアニメの主題歌なんだ。そうなんや。そうだったんですか。思えば君が私のライブの最初のお客さんだったんだね。おおわあ、この歌です。子守唄代わりに聴いていた。このまま寝ちゃう。なんか言い方よ、言い方さ。いや、まだ仕事がありますので。そうだね、お疲れ様プロデューサーくん。少しだけでもお休みしてね。ちょっとあかんやろこんなん。わ、すごい歌唱力とか上がって、ほんで、でまとめ直したのが、今回はお姉さんキャラを目指してもらう、自然体でできるようになることが直近の課題。
いい感じにお姉さん力がついてきてるみたいだな。まあでもそれでもちょっと足りひんもんな。どうなんやろな、お姉さん力と表現力が同時に上がりそうな感じはするけどな。はい、君に忘れられてなくてほっとしたよ。イチャイチャしすぎやって。こんな何それ。いきましょうか。大きな声で。あれあれ、ちょっと待って。あ、すごい衣装変わってるやん。え、こんな衣装あんねんやな。あ、まあこの前はな、手になつけてたあれやけど、うわわ、エッチなやつや。絶対肉がね、ムニってなってんねやろうな。すっごい服やな。ほんでやっぱお腹出すんや。なるほどね。大きな声で。マジカルシャイニングフラッ。あー、ヒーローショーのお姉さんか。ありがとう、みんなの声ちゃんと届いたよ。てか夕方のアニメの曲とか言ってたから、なんかそういうのは見てたんだな。ほーん、お疲れ様です。水分補給を。ありがとう、すっごく楽しかったよ。よかったな。わ、なんかちょっと待って、すごくね。ちょっとやっぱお姉さんやからさ、すっごいなんか胸って感じがすんなこれ。この服すご。あんまり俺も胸胸言いたくないけどさ、そんなに出されるとねえっていう感じするよね。集まってくれていたお客さんもとても盛り上がっていました。ヒーローショーの司会って聞いて、最初は自信なかったけど、うん、ちびっこのみんなが小さい頃の君みたいに見えてきて。なるほどね。自然にお姉さんらしく振る舞えたんだと思う。いやでもヒーローショーのお姉さん似合ってそうやもんな。普通のステージとはまた違うとは思いますが、みんなのお姉さんになったこの感覚を覚えておいてください。うん、わかった、しっかり覚えておくよ。うん、おお。あ、さっきのお姉さんだ。握手して。順番ね。あ、お姉さんや。ありがとうお姉さん。ありがとう。また見に来てね。お姉さんとの約束だよ。ああ。で、あれ？何？どうかしましたか？あそこにいる男の子って。さっきステージを見てくれてた。ほん、よく覚えてますね。前の方で一生懸命声を出してくれてたから。うん、一人でどうしたのかも。ああ、迷子か。ちょっと声をかけてくるね。うん、へえ。僕、どうしたの。あ、さっきのお姉さん、ひょっとして迷子になっちゃった。うん、うん、お母さんいなくなっちゃって。まだ近くにいるかも。お姉さんが一緒に探してあげる。迷子センターの方にはこちらで連絡しておきます。ありがとう。うん、どこで迷子になったか覚えてるかな。あっちの方、フードエリアね。ほう、行ってみましょう。またはぐれないようにお姉さんと手をつないでね。お姉さんや。人がいっぱいだね。うん、どこかな。この人混みの中から探すのはなかなか大変そうですね。君、お腹空いてない？うん、大丈夫。そっか、お姉さんはお腹空いちゃったかも。あ、そうなんや。ちょっと買ってくるね。プロデューサー君とここで待ってて。まあでもそのね、気遣って言ったけど、てかお母さんとここで離れたってことはさ、やっぱお昼時やったってことやもんな、多分。で、それで気遣って言ってくれたのか。はい、どうぞ。アイスクリーム、君の分も。優しい。あ、あのお金、お母さんが見つかったら。いいんだよ、私が食べたかっただけだから。わあ、これいいな。ありがとうお姉さん。ここにはいないみたいだね。そうですね、このまま迷子センターに向かいましょう。そうだね、大丈夫、お母さんきっと見つかるから。うん、ヒーローのお歌一緒に歌おうか。ふん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 。うん、
特等席ですね。大きくなったら今度は私のステージを見に来てね。おお。迷子センター、お母さん。あ、よかった、ありがとうお姉さん。どういたしまして。いや、この子供からしたらすごい思い出やもんな。ね、お姉さんがっていうね。今度は迷子にならないようにちゃんとお母さんのそばにいるんだよ。なぜてんかな。うん、はあ、いやー、お姉さんや、見つかってよかったね。ねえ、確かにそうやな。姫崎さん、うん、あの子の頭を撫でていた時のあなたの笑顔はとても自然で魅力的に見えました。そうかな。ええ、子供の頃と変わらない憧れたお姉さんそのものでした。なんか照れちゃうね。うん、自信を持ってください。あなたの本当の力をきっと引き出してみせますから。ほー、なんか新たなる弟を作ったみたいな回やったな。今日のプロデュース状況をメモしておこう。お、子供との触れ合い、頭を撫でる効果あり、いい経験になったみたいだ。頭を撫でる、少し考えてみる。何するつもりやねんこれ。お姉さんらしくできてるのかな。頭を撫でる、それが次のキーになるの。じゃあ8話見ていきましょう。みんなー、あー、こっちもね。今日も来てくれてありがとう。いやー、この服も可愛いよな。次のライブもよろしくね。お姉さんとの約束だよ。なんか切れ目ですごい胸が動かんかった。濃いオタクが。おお、リアミちゃん応援してるよ。ありがとう。みんなの声援で頑張れます。のぶとそう、あの子最近来てるよね。甘えたいお姉さんっていうか。うん、わかる、姫崎レイナミちゃん覚えたわ。オタクすぎるわ、なんか言い方。うん、お疲れ様でした。ありがとう。おかげさまで少しずつだけど、うん、ステージを見に来てくれる人増えてきた気がするよ。いやー、よかった。そうですね。ですがまだ少しぎこちない、演じてしまっているように見えます。そうだよね、難しいな。昔は自然にできてたのにね。はい、君に対しても昔と同じようにはいかないよ。あの頃の君はまだ小さな男の子で、本当の弟みたいに思っていたから。いや、ここをね、最後どうするんかっていうね。焦らずに行きましょう。結果はきっとついてきま。あれ。どうしたの？なんだか顔色が。俺が倒れんねや。いや、大丈夫です。大丈夫に見えないよ。ちょっとおでこ借りるね。あ、大変。すごい熱。ああ。大した熱じゃありません。このくらい。ダメだよ。早く君の部屋に戻って休まないと。うん、ほら、連れて行ってあげるから。ダメです。アイドルを自分の部屋に入れるわけには。キモい男やと思ってたけど、男らしいやんけ、お前。そんなこと言ってる場合じゃないよ。許可は取っておくから。まあ確かにね。ほら、早く。ほう。意識が。このところライブの準備ではあまり寝てなかったから、こんな大事な時にプロデューサー失格だな。さくん、プロデューサーくん、もう無理しすぎだよ。休むのも仕事のうちなんだから。すいません、迷惑をおかけしてしまって。謝るのは私の方だよ。君は私のためにこんなに頑張ってくれてるのに。これ俺の部屋か。うまく結果が出せなくて。ああ、そんなことはありません。必ずあなたをトップアイドルに。熱まだ下がらないね。汗もびっしょり。ほら、脱いで。汗拭いてあげる。ああ。そのままにしておくとまた体が冷えちゃうよ。まあ病人やしな。
かな。どうなんやろうな。いやでもプロデューサー視点はやっぱな、部屋に入れんのもちょっとっていう感じだったもんな。 いえ大丈夫です。担当アイドルにそんなことをさせるわけにはほんまにな。いいから。やけどね、ほら両手を上げて。あ、うん、これでよしと。すごいお姉さんや。すいません、ありがとうございます。ちょっと待っててね、今おかゆ作ってあげる。すごい。お薬も飲まないとね。へえ。ああ、はい、どうぞ。ああ、いや自分で食べられますので遠慮しなくていいの。わあ、その母性が詰まりすぎてる。病気の人は甘えるのが仕事だよ。うわあ。はい、あーん、うまい。絶妙な紹介、そこちゃうって。お前あんの方の感想言えや。ちょっと恥ずかしいけどみたいな。なんかお粥の感想言ってるやん。お前なんなん。味が薄めなのは我慢してね。まあまあね、そっか。美味しいです。とても優しい味です。よかった、うん、それじゃあもう一口。いや、ちょっとこの夫婦めちゃくちゃいいけど、これです。え、その熱混じりに思ったわけと。この感じですよ、今のあなたをステージで出せれば誰にも負けないトップアイドルに。はいはい、分かったから。仕事、今はおとなしく寝てようね。仕事頑張ってるな。いやでもお姉さんやな、うん、おはよう、プロデューサーくん。おお、熱はもう下がったみたいだね。なるほどね、夕方まで結構看病してくれたんや。おかげさまでご迷惑をおかけしました。全然ご迷惑じゃないよ、うん、ごめんね、私のせいで無理させちゃって。いえそんな。あのね、思い出せたような気がするの。君を弟みたいに思ってた。お姉さんだった頃の気持ち、君に対しての気持ちとファンのみんなに対しての気持ち、うん、全く同じようにはできないと思う。でも少しだけ分かった気がする。ちょっと特別視は今の気持ち忘れないようにするね。はい、今のあなたならきっと。次のライブしっかり見ていて。ああ、君の好きな私を見せられると思うから。なるほど。へえ、なるほどね。ここでお姉さん力が爆発したんや。もう爆発すごいな。やっぱなんか表現力も上がりつつお姉さん力も爆上がりと。へえ、迷惑をかけてしまったが何かつかめたならよかったのかもしれない。看病で何かをつかめたらしい。何かそう、病気になってもそんなことを思ってると。いや、えらいプロデューサーやで。じゃあ9話見ていきましょうか。これがあれやな、1位通過した時のコミュやな。はい、お、ライブ当日。あ、お姉さんの、大丈夫ですか、うん、こんな大舞台は初めてだし、やっぱり緊張しちゃうな。集まってくれたファンの皆さんをお姉さんの包容力で包んでください。そうすればきっとあなたの魅力は伝わるはずです。だから文章にするとちょっときしょいけどな。コブの言葉としてちょっときしょいけど、うん、頑張ってみるよ。いや頑張ってよ、やっぱそこが武器ですからね。やはり大舞台となると緊張しているみたいだな。姫崎さん、さ、BGM 止まったらなんか怒るねん。はい。何？頭を撫でてください。マジで。え？え？その頭をですね。いや、ちょっとなんなんこれ。普通は逆じゃないかな。うん、緊張を解くために
私の頭を撫でるんじゃ。いや、あ、まあまあ、そう言えばそっか、そういうことか。普通はそうかもしれませんが、お姉さんなので。わかったよ。納得しちゃダメよ。なで。あら、あらあら。なで、なで。俺のご褒美やんけ、なんか。でも。なんだか落ち着くかも。これいろんな人が見えるところやからな、一応ここ。なスタッフにはこれ見えてるからちょっとね。なで。な。なで。どうですか。不思議だね。なあ。あんなに緊張してたのに。なら良かったのかもしれへんけどさ、関係性がよくわからんのよな。お姉さんスイッチです。冷静に言うなよ、なんか俺。そらええってなるわ。迷子の子の頭を撫でていたあの時、とても自然な笑顔になっていました。なので誰かの頭を撫でればお姉さんスイッチが入るのかなと。そうかも、うん、これで緊張がほぐれるようでしたらライブ前のルーチンにしましょう。君が撫でてほしいだけじゃない。いや、そうよな。それもあります。違います。それもあります。あるんだ。なるよ。あるけど、なんかその点点点はごめん、希少すぎるな。なんか俺が素直でよろしい。あ、お姉さん。でも、うん、いいかもね。うん、なで、なあ、なで、うん、なで、なで。どうか自信を持って集まってくれたファンの皆さんのお姉さんになってください。裏でこんなこと行われてるとはみんな思ってないから。何これ。っていうか、そのバラエティとか出た時にルーティーンにしてることを何ですか。プロデューサーさんを撫でることですかね。キモいで多分。っていうか、どんな教育してんねんってなるから、俺が責任取らなあかん感じなんで、これ。まあ大丈夫。ありがとう。うん、見ていてね、プロデューサーくん。いや、でも緊張がほぐれたんならね。みんな、ライブ今日は見に来てくれてありがとう。私の歌一生懸命みんなに届けるから、いっぱい応援してね。おお、リナミお姉さん。のぶとかったな。お、いや、この服いいな。いや、このさ、前のさ、なんかマネキンみたいなの立ってたけど気になるな。わー、すごい、体すげーな。いやー、なんかやっぱすごいな、体のラインが。あー、かわいい。なんじゃこりゃ。顔かわいい。あ、これ、あ、え、終わり。おい、ちょっと毎回3年生のこのライブ物足りひんねんて。なんかこの先に何かあることを予感しながらブラックアウトしていくのさ、ちょっと物足りひんわ。当てろってこと。そうやんな、そっか。ペンライトの光が星屑みたいにきらめいて。なあ、いい笑顔してるわ。私は気づかなかった。うん、応援してくれるファンのみんなの顔、今は一人の顔がこんなにもよく見えるよ。なるほどね。ありがとう、プロデューサーくん。君のおかげで私はまたステージに立てたよ。おー、はあ、なるほど。お疲れ様でした。最高のパフォーマンスでした。ありがとう。いや、私みんなのお姉さんになれたかな。いやー、その お姉さんやったな、あのライブ。お客さんの表情で分かります。ステージに立つあなたは、演技では決して伝わらない自然体の魅力がありました。君のおかげだよ。あ、君が私を見つけてくれたから、演技じゃない素の自分を出せたんだ。なるほど。でも、少し寂しいですね。ん、
みんながあなたの魅力に気づいて、もう俺だけのお姉さんじゃなくなってしまいました。いや、キュンなん？ここ冗談です、うん、そうだね、イチャイチャしてんね。君のこと、もう弟としては見られないかも。ほんまに？え？あ、弟じゃなかった。何？いや、つまりやん。うわー、匂わせるわー、すごい匂わせ方。ファンのみんなのお姉さんになったら、なったら君だけを特別扱いにはできないよってことだよ。隠してこの点に詰まりまくってる。裏でのリナミの思いが全てここの点に詰まってましたよ。ありがとう。それでいいです。これからはみんなのお姉さんとしてステージで輝いてください。どうかしたんですか？プロデューサー君のバカなぁ。そうなるよな。鈍感すぎんもんな。リナミは特別に見てくれてるわけよ、俺を。そうよな。もう一回聞いていい？プロデューサー君のバカ。いや、そうよな。なるほどね。なるほど、なるほど。の、カンスト。素敵なみんなのお姉さんになれた。この調子で頑張っていこう。お姉さんスイッチ。みんなのお姉さん誕生。お姉さんだって。いや、なるほどね。生きてるのかな？いやー、いっちゃいちゃして、これ。いっちゃいちゃしてたな。すっごい。さあ、ということで、トゥルエンド。ここ買った時に見られる話見ていきましょうか。よろしくお願いします。みんなー、おお、今日もありがとう。ライブの続きね。次のステージも見に来てね。リナミお姉さんと約束だよ。おお、お姉さんですね。お疲れ様です。プロデューサー君、お疲れ様。行動でのライブ、手応えはどうでしたか？楽しかった。おー、よかった。たくさんの人が応援してくれて、ずっと幸せな時間だったよ。おお、いい経験になりましたね。うん。お、もっとファンを増やしましょう。今日のお客さんを大切に。おー、今日のお客さんを大切に。今日のライブに来てくれたお客さんはきっとファンになってくれます。これからライブをするたびに新たなファンを呼んでくれるでしょう。うん、うん、今日来てくれたお客さんのこと絶対に忘れない。プロデューサー君、私ね、はい、一番最初にファンになってくれた人のこと、わ、今でも覚えてるよ。その人は私の下手っぴな歌をずっと聴いてくれて、もっともっとってせがんでくるものだから。だんだん歌うことが好きになっちゃったんだ。結構そこがあれなんやな。その歌のお姉さんになりたかったっていうそのつながりとかもさ、俺スタートやってんだ。なるほどね。きっと幸せでしょうね、その最初のファンの人は。だといいな。でもそんな最初の気持ちは自信もなくして消えちゃって、もう諦めちゃおうかなって思ってた。でも君とまた出会えて、君は私の歌を覚えててくれた。このステージに立つことができたのは君のおかげなんだ。いや、ありがとう、プロデューサー君。私の一番大切な、なあ、一番大切なファン1号さん、これからもよろしくね。のー、そうやな、そういうことか。あー、いいなー。うわー、すごいいい、きっ
かけやった人にまたな会えて、こうやってまたね大きな舞台に立てるっていう、じゃあ10話ラスト見ていきましょうか。これが A プラスいった最後のね親愛度10です。はい、よろしくお願いします。君のこと、もう弟としては見られないかも。9話のね、どんかんやった。なんであんなこと言っちゃったのかな。いやでもほんまに告白やんな、あんなで。俺がアホやから気づいてないのよな。ちゃんと顔を見られないかも。俺のこと好きすぎやん私。プロデューサー君のこと、言葉にしちゃうの。それは避けるんよね、アイドルマスター。そやねんそうなんですよね。お待たせしました。どうかされましたか。俺鈍感かよ。お前鈍感は令和にいい日がはずやん。ごめんね、休日に付き合わせちゃって。あ、休日に。ステージ衣装に似合うお姉さんっぽいアクセサリー、デートや。君の客観的な意見が聞きたくて。ファン1号に聞くわけやな。気にしないでください、これもプロデューサーの仕事なので。そうやんな、仕事か。バカすぎるよ。リナミの気持ちに気づけよ。こんなん誰がどう見ても 100% のデートやんけ。なはてなちゃうわ。では行きましょうか。アホ。うん、リナミの気持ちをな。かわいい。おん、これもこれはどうかな、ちょっと大人な感じがするけど、お姉さんのイメージではないかな。あ、まあ確かにな、色気とねお姉さんの感じちょっとちゃうもんな。お、似合ってますよ。少し大人っぽいですね。似合ってますよでいくか。いやでも少し大人っぽいでな話を聞きたい感もあんねんな。いやでもその大人っぽいのも似合ってますようでいきましょう。本当？決めた。あ、君の言う通りこれにするよ。だからさ、そういうとこさ、全て好意やん。こんなんなんで気づかん。おー、それから服も選びたいなって。服もステージ衣装とは別にイベントで着る私服も必要だから、まあ確かにね。お供しましょう。お前さ、もうちょいなんか仕事以外のこと考えろや。なあ、これはなかなか似合うかな、うん、それともこっち。だって女の子と服買いに行くイベントってさ、そんなんデートやん。なんでプロデューサー仕事のうちみたいな感じのテンションで来てんの。マジで説教したい、これムカつく。鈍感主人公すぎるやろ。どちらもゴーツつけがたいですが、やはり政治映えするのは。うん、これってのデートなのかな。デートやろってリナミが思ってるのがいいよな。第三者はデートやろって思ってんねんけど、プロデューサーは気づかへんのはまあいい。でリナミがデートと意識するっていうところがいい。デートやんけ。プロデューサー君、今日は付き合ってくれてありがとう。いや、やっぱでもデートのイベントってやっぱな、一歩進まるからな。やっぱデートって出るからね、いろいろ。いや、いい気晴らしになりました。このお店も、おい、来てみたかったんだ。そうなんや。スペシャルパンケーキが有名なんだけど。うん、ご心配なく、カロリー計算はこちらでしていますので。あ、やっぱ気にしてるんや。レッスンで消費するカロリーで相殺できるはずです。そんなことまで。アイドルのコンディション管理はプロデューサーの仕事ですから。じゃあ遠慮なく。一人じゃちょっと多いから、わ、君も一緒に食べてね。わけっこすんねや。わかりました。ああそうだ、パンケーキが来る前に見せたいものがあります。ほ、実は先日のステージの独自アンケートを取りまして。アンケート？アンケート？
少しだけ読み上げますね。こう。リナミお姉さんに癒されました。お姉さん最高でした。リナミお姉さんに膝枕されたい。お姉さん最推しです。膝枕されてるやつやからな、こいつ絶対俺ドヤ顔してんねんやろうな。ガクマスピー許せなさすぎん。これファンの気持ちを踏みにじってんぞ。吊るし上げなあかん。これはほんの一部ですが、とてもいい反響です。うん、嬉しい。いやよかった。こんなにたくさんの人が応援してくれて、うん、君のおかげだよプロデューサーくん。君だけが私に声をかけてくれた。俺だけ憧れたアイドルになれなくて、うん、もうやめちゃおうかなって諦めかけていたのに。まあでも3年生ってね、いろいろ考える時期ではあるもんな。お客さんの心をつかんだのはあなた自身の魅力です。俺はあなたの本当の魅力を知ってもらう手助けをしただけです。子供の頃の俺にあなたが声をかけて手を取ってくれたから、見つけることができたんです、姫崎里奈美という素晴らしい才能を。プロデューサーくん、あのね、前に言ったこと、君のこと、もう弟としては見られないって言ったのはね、分かっています。あなたはもうみんなのお姉さんですか。分かってないけど、俺だけを特別に弟みたいに扱うのは難しいと思います。それはけれどあれと弟の関係はまだ続けましょう。あなたにはまだまだポテンシャルがあります。その魅力をもっと引き出して夏の HIF を目指しましょう。 HIF？ あの学園のプリマステラを決める？そうです、プリマステラになるために訓練を続けていきましょう。訓練ね。うん、分かった。あ、これからも君は私の弟で、で私は君のお姉ちゃん。はい、よろしくお願いします。プロデューサーくん、もし夏の HIF で私がプリマステラになったら、一つだけお願い事をしてもいいかな。はい、なんなりと言いよったぞこいつ。なんなりとね。ありがとう。じゃあ私がプリマステラになったその時は、はい、私の本当の気持ち、うわー、君に伝えるね。おちょっと、汗かいてきた。ちょっとリナミ火力高っ。死ぬて、死んでまうてこんな。リナミすげえや。この女すげえや。ちょっと、いやーなんやろな。とその特別な関係からね、離れるのはちょっと悲しかったっていうのもあったけど、やっぱなんかそういう気持ちはちょっとあるんやっていうところを最後知れましたね。いやー、そっかー、そうなのね。リナミ俺のこと好きやん。マジか。なんやろうなー、これリナミのストーリー。俺さ、ちょっとキモかったやん。キモかったけどな。でもこうリナミちょっと元が悪いよな。その妹キャラで売り出そうとして自信なくしてしまってたのをっていうのがあったけどさ、それは前のやつが悪かって、その元々とのね魅力がめっちゃあるわけやから、こうね、あの名誉弟くんがね出てきて、そのねプロデュースしていくっていう、あーちょっとね、リナミのストーリーおもろいな。なんかなんかそのね、なイチャイチャ感もその1話からさすごくなかった。なんかね、こう
特能のさイチャイチャから始まりの膝枕火力すごいで、全体的にさそのあれやね、なんていうのお姉ちゃんを抑えたさラインナップで、すごかった。こうずっとイチャイチャしてて、いやそのいろんなプロデューサーいるけどさ、ね、弟やと思ってとかさ、なでなでさせたりさ、ちょっとキモすぎるな。いやけど繋がってるわけやもんな。でもそうやね、結構さみんなの10話で HIF の話めっちゃ出てくんないの。こっからめっちゃ楽しみやわなあ。この辺がどうなってくるかっていうのもありますが、これからもよろしくね、お姉さんとの約束だよ。お姉ちゃん、お姉ちゃん、何かあったら、お姉ちゃん、いやーこれは名誉お姉ちゃんです。お姉ちゃん中のお姉ちゃんです。いやーそやねんな、 HIF の話とかもな、そう10話から先の話っぽい感じやねんな。だからなんかこの先って11話とか出てくんのかなっていうのも気になるさ、そのちょっと続きが残りそうな話に結構な10話とかなってんのよな。ね、結構みんなの10話まで見ていったけど、その辺が気になるところではあるな。はい、ということで姫崎りなみのねアイドルコミュを見ていこうの回でしたが、お姉さん力が高すぎるな。な、ずっと甘かった。特甘の空気感のまんま、なんかね、プロデューサーくんとイチャイチャし続けるっていうのを、こう、間のね、第三者に見せてるみたいなね。すごい、俺なのかなっていう思う、そういう時期もありましたが、やっぱりなんか、学マスピーと俺は違うんやなっていうのを最後にね。なんか要所要所、最後というか要所要所で気づいてしまったね。ちょっと寂しいところはありますが、はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。また次回の動画でよろしくお願いします。お疲れ様でした。